しいんですけど、はいはい、これって、はい、値上げで買うことってできますか？こんにちは、ボナールチャンネルの朝です。ボナボナ皆さん、ビッグカメラとか、まあ、多分家電量販店が多いと思うんですけど、ね、値下げ交渉すると思うんですよ。まあまあみんなするよ、ね、って書いてあるし、もうなんか値段相談してくださって、書いてありますね。値下げ交渉ありきの値段になってるじゃないですか。値下げ交渉しないの三流、値下げ交渉する二流です。一流はじゃあどうするのか。値上げします。はい、これね、皆さんね、この着眼点はなかったんじゃないか。そう、だから値下げで買うことできるけど、もう払わせてくださいと。 そのお店に僕たちは貢献したいんですという気持ちが強すぎて、今回ね、値上げできるのか、これ検証していく。そうです、そうです。今からちょっとビッグカメラの方に行きたいと思います。驚愕の事実です。ここにはビッグカメラがなかったので、なかったね。ヨドバシカメラの方に行きたいと思います。ヨドバシ行きましょう。行きましたよ、侵入しましょう。いいのがありましたよ。 SD カード入れるやつ、いいじゃん。値段見て、480円。値上げしてくださいって書いてある。値段これちょっと500円でお願いしてみます。行きましょう。これを欲しいんですけど、はいはい、これって480円なんですか。はい、値上げで買うことできるんですか。多分皆さん値下げ、まあ、そうです。なんか理由があるなんか500円、いや単純に興味なんですけど、例えば500円とかでちょうどぴったりお釣りなしで買いたいな。なんかちょっと上司に確認取ってますけど、はい、なんか理由的には、いや、なんか単純に個人的な興味っていうか、ちょっと確認してみます。はい、なるほど。じゃあもうこれは480円で買うしかないですね。まあそうですね。はい、ありがとうございます。値上げで買いたかったらダメなんだね。残念。今ね、外に出て撮ってるんですけど、ちょっときつそうだな、これ。なんで？利益になるんですよ。本来はここでね、何個か行こうと思ってるんですけど、まあね、本当は最初ビッグカメラ行こうとしてたから、ヨドバシさんではちょっと難しいってなったので、ビッグカメラの方にね、向かいたいと思います。ありがとうございます。別日になりました。ちょっとね、ビッグカメラ秋葉原店に今向かっております。雪が降ってるので凍えてますね。寒すぎるだろう。これなんか買うの一緒、これ値段もそうなんですよね。これね、408円なんですけど、これいきます。500円、500円だよ。そうだね、これ408円なんですけど、はい、値上げで買うことはできない。値上げで買うことはできないね。もうその値段なの。500円でとかできないですか。はい、あ、すいません。どうすんの、お金がもう余って余ってしょうがない人はどうすればいいの。だから多分プラスマイナスがおかしくなっちゃうんだよ。なるほどね。まあ、手打ちもできるんだけど、こういうとこってあんま手打ちとかをやらない説がある。はい、ダメでした。ダメだったな。ヤマダ電機いきます。次でも最後の取り出、これ最後でしょ。もう電気屋はもうこの3店舗でね、ほぼ全部でしょ。電気は無理だったら無理でしょ。値下げ交渉しないからな、他はあんまり。ああ、なるほどね。これいくらですか。これって、はい、値上げで買うことができます。600円で買うことができます。値上げ、はい値上げでできるかなと思って。値上げはしないですね。ちょっと聞いて、はい、ぜひお願いします。そうですね、すいません、517円からちょっとスタートしている状態がございまして、はい、例えばこれが、なるほど。いや、OK です。すみません、いや、わかりました。興味本位だったんだろう。すみません、ありがとうございます。あ、これおついとレシート結構です。チョコボール86円。あ、おついとレシート結構です。あ、恐れ入ります。やってやりました。コンビニなら買える。きたー。検証としてはできないなんだけど、そう、結局だから値上げで買ってるわけではない。値上げでは
買ってないけど、まあだからお釣り結構ですっていうのはまあなんかいける、まあちょっとコンビニだったんだけど、まあその辺はご愛嬌ですね。そうだからあれが結局だからコンビニのシステム的に収支合わせなきゃいけないんだったら、お姉さんのポケットマネー14円な、チップです。収支合わせなきゃいけないんでチップです。あれチップです、取っといてくださいお姉さん。だからちょっとね今回の検証ではできない。そうだね、検証結果ですね。まあこれもね、まあでもやってる人いないと思うんで、そういう検証をやっていきたいですね。はい、また今後も何かありましたらリクエストの方よろしくお願いします。お願いします。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあチョコボール。ああ、どうぞどうぞ。これは僕です。